今日、民生委員と警察官7人が藤枝市岡部町で暮らす80代の夫婦の自宅を訪問しました。警察官らは固定電話に相手の電話番号を表示したり、非通知設定の番号の着信を拒否したりする無料サービスがあることを説明しました。その上で、知らない番号の電話には出ない対策の徹底と、もし出てしまってもはっきり断ることを呼びかけました。今初めて聞きました。相手が分かれば非常にいいことですね。県警によりますと、今年に入ってから特殊詐欺の認知件数は289件で、被害総額はおよそ5億5500万円ということです。